さあ、戦闘音が鳴り響いております。行こう。近い、近づいてきた。まああそこにバレットは確実にいるから合流する形やね、多分。着いた。さあ近い。いやまだまだ結構あるけどね。さらなる増援。ギリギリっと行こう。なんとかするしかねえ。芝アバランチ本家、本家と分家がある、分派があるんです。バレットはそのうちの分派。はい。ルード、スキンヘッドにサングラスの巨漢、無駄口は叩かず任務をこなす、武器を持たず強靭な肉体を生かした体術のみで戦う。はい。ジェシー、ジェシー、結構ジェシーが好きかな。アバランチの死闘。はい。これは本家なのか分家なのかよくわからない。両方ともなんですかね。まだバレットの姿が見えないんで。あ、行った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 。ジェシーも行った。アバランチに次ぐ。サマラの標的が7番が1級であることは分かっている。おい、みんなが脅し屈することはない。行ってる行ってる。直ちに地球から立ち去れ。振り返る。ジューラが脅しに屈することはない。直ちに地球から立ち去れ。テロリストやな、完全に。当たってるけど豆鉄砲。エアリスとかに任せといたらサンダーで一撃やねんけどな。いたぞ、アバランチだ。これ以上作りはさせん。やばいやばい。師匠、死んだめ。後ろ後ろ。うわあ。やばいぞ。絶対ダメ。お、ティファ。まあね。ああ、もう暴走ティファ、暴走ティファ。周囲急げ。神羅ボックスを見てる場合ではない。わかりました。申し訳ございません。行こう。お？久々に帰ってきたな。人がおらんね。お願い、行かせて。どうした？おお。邪魔をせんといてってことを言ったのか、エアリスは。それともお願い頼んだのか。どっちのお願い行かせてや。クラウド、ティファ、この壁絶対に越えよう。倒すってことやね。はいはい。邪魔しないで行かせてっていうこと言ってるのね。そっちね。どっちかわからんのよ。おい虚無なる魔物の防御が弱まった。未知なる魔物を倒したことによってかな。何なんだてめえは。虚無なる魔物防御が弱まった。弱まってる弱まってる、どんどん弱まってる。行こう。虚無なる魔物の、まず未知なる魔物を倒すということが大事ですよね。マジカルサーバー。さあ未知なる魔物いっちゃおう。虚無なる魔物は激方やわ。刻む。
私は未知なる魔物を叩きましょうか。どうもなる魔物より未知なる魔物はどんどん増えるのか。まあ何匹も倒していけばいずれいずれどん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 減っていくっていうことですよね。任せてください。いやあの2人に任せて私はこっちを叩こう。でライズビーズ、はい、どん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 虚無なる魔物を弱めていく作業。シッ OK、 そろそろ行きますか虚無なる魔物に。シー入った。硬い硬いっす。確かに硬い。ティファー引き解放コメント、やばくない？いそうだ。どんどん防御が弱まってるよ。こっちももう一匹とどめ刺します。虚無野郎さあ弱まってるね。弱まってるよ。バースト、よし、オッケー。キリがない。その通り。あっち行った。助けに行った。エアリス行こう。ちょっとエアリスの気持ちが伝わったみたいなことなのかな。今のはそういうことなのかな。地中へ。あ、みんな心配してるわやっぱ。そらね。うわあ、なんだ危ない危ない。バレットだ。みんないるぞみんないるぞ。やばい、レッジ、レッジが。よく耐えた。うわ最悪や、危ない。痛い。大丈夫か？クラウドさん、大変っす。シンラがこの柱を倒して。分かってる。行かなきゃ。上でバレットたちが。無理だ。大丈夫大丈夫。行ったるから。ウェッジを頼む。俺は上へ行く。うん。俺も行くっす。俺だけ休むなんて。いやよう頑張ったやろお前は。ビックスは。俺をかばって。ウェッジ、マジかよ。上はクラウドに任せよ。私治療する。ビックス、ジェシー、バレット。あいつらも行っとるぞ。んで黒が行っとるやん。何しに行っとんのこれ黒が。ウェッジ、いいな。ティファの指示に従え。ここで単独になるんすかね。おい大丈夫か。来たな、何でもや。来たぞ来たぞ。あいつが来る前に掃除くらいしとかなくっちゃ。掃除おい、うそやろ、やめとけよ。いらんことすんなよ、いらんことすんなよ。アバランチと合流、了解。死んどる。ただ一旦死んだボックス見て、一旦自販機みたいな。それともきっちり。はい、回復は大丈夫。行こう、シュー、ワンマン速攻。まったく、こいつもこいつもしつこくてヘキヘキする。こっちの被害がシャレになる。シンラ川、行かれてやがる。シンラ川の声で聞こえるよ。貴様
嫌だったね。新たに使命が邪魔やね、これマシンガン。カウントダウン始まってるから。危ない来る。誰やポーション使ったやつ、誰やポーション使ったやつ、マジで。消えろ。よし、当然の結果だ。けシーラボックス一旦見て。こんな時でもモーグリメダル集め、ちょっとした異常者ですよ。盾がおるね。パリやろうとしたな、この野郎。まずは一匹落として終始当たりやすいやつと戦っていこうか。ブレイバーで、ブレイバー結構貫き系なんで、ブレイバー、はい、ガードごと粉砕する感じだね。OK、 進むぞ。今時でもモーグリメダル。ちょ一周回って何もないか確認あった。こんな時でも宝箱と、ひどい男よ。油断はできない。ん？敵おった？うせやん、おった？え？油断はできない。何やこれ、なんじゃこら。スタンレイさんですか。OK、 私の嫌いなスタンレイさんですね。一気に叩き倒す。注意、 OK、 終わったな。終わった。チャイは関係なし。よし、上がるぞ。やべえ、少しずつですが上に上がっていく。あっ、ちょみんなや、お前らビッグスどけよ。俺ら何しに来てんねん。お、あいつらの目的なんやねん。大丈夫か。まいった。いや、まいった。早くメガポーション的なものを。ウェッジは生きてる、大丈夫。治療中だ、安心しろ。よかった、腹がクッションになった。しゃべるな。上が苦戦中だ。頼む、クラウド、行ってやってくれ。任しとけ。うん、任せてくれ。ありがとうな、そう言ってくれると心強い。おい、それまでしっかりしとけ。そうだ、リーフハウスって個人がある。おお、そうよそうよ、5番街の。お前のこと言っとったよ、クラウド。時々って子供たち。アホか、お前が行くんやろうが。断る、自分でやれ。子供は苦手なんだろう。ああ、お前がまだガキ。あかんぞ。じゃあな、クラウド。星の命任せた。やめろや、もうそういうこと言うのは。
お、嘘やろおい、嘘やろ。早くフェニックスの口に入れろ。ここで待ってろ。叩き込め、早く。待っとけ。死んでないよな、死んでないよな、死んでない、死んでない。これは死んでないんや。ただ一応死んだボックスは見て。はい、もうあかんて、やばい。これだってここの支柱が倒れたらもう今あそこで寝とるあいつは確実に行かれるから、絶対に防がにゃならん。あ、ビックス、お前もついでに任せろ。なんか分からんけど、ご来侵入者発見、何こいつ、初めて見た。空中兵、意味ある？意味ありますの？どこ行くのよ、どこ行くのよ。ちょっと空中兵、空中兵あれやりたいわ、見破りたいわ。今また暇に入ってるんで空中兵、こら、ちょ待って、空中兵めっちゃ強い。あっ、余裕、どこが余裕やねん。ゆっくり見て、チャンスはめっちゃ動かはるから、バリアで行くか。しのげ、落ちてこい空中兵、こら、よし、シェイ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 、てめえ、ファイガー、ためが長いんですよね、ファイガー、バッコーン。はい、オッケー、強かったぞ空中兵。宝箱発見、ちょっとマテリアを、ATB ブースト外して、あー、まあいいか、 ATB 連携外して、見破るをつけよう。あとはまあケアルつけてもいいですけどね、アイテムでなんとかなるか。ケアルやとこの道中歩いてる時が楽なんですけどね。大丈夫か、アバランチャーやのこいつも、多分生っ粋のアバランチャーやと思うから。うわ、ここももう共倒れになってるわ。コジコジ、死んだボックス、コジコジ。空中兵、こら、空中兵、こら、貴様、こら、貴様、こら、空中兵、こら。よし、上級警備兵と空中兵、全部弱点は炎やねんな。ちょっと炎属性の剣に切り替えようかな。狭いんだよ、狭いんだよ、ここはよ。待って、待ってくれ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 、待ち、待ちいいな、待ちいいな。いける、写真でも撮って、フシー、このままでは役立たずだ。おい、結構ダメージでけえな。普通にゲームオーバーになりました。まず広いところに行かなあかんね。ゴリ押しではあかん。ちょっとマテリア付け替えます。属性炎にして、ちょっとでもダメージ入るようにして、で広い、なるべく広いところで戦おう。空中兵がすげえ強い。あと毎回毎戦闘のたびに一応回復はマックスクラスまでしといた方がいいかな。ちょっと変えますね。ガード強化炎になってるので、ガード強化ちょっと外しまして、
属性にしまして、あの、あとバリア、アイテム達人、アイテム達人も使ってんねんけどな。ここで確実に回復はしておいて待っとる。だるあいつ。こっちに来てもらって広いところでちょっと戦いましょう。あれ、死んだボックスが戻ってきた。強い、炎のやつ強い、炎の剣めっちゃ強い。終わりだ。シュシュ、炎の剣超強い。行くぞ。ウィークネス、ウィークネス出てますね。めちゃくちゃ強いわ。これは効くね。分かってるとすごい強いっすよね、属性に関しては。さあ行くぞ。空中のやつ見破ったことになってないかも。次出たらちょっと見破るやらないと。来るかい、来ないかい。どこのドイツ大パークスヘリやったらおもろいんですけどね。パークスヘリや。あんたらが地球をぶっ壊そうとしようが、パークスじゃなかった、リンダだ。わ、ビビったりしねえ。あ、同じこと言わされてんねや。同じセリフ言わされてるわ。こんな感じでいいか。気づいてない。今気づいた。おかまやろう。撃つの。クラスファースト。降りてこいや。降りてこい。まさかミサイル的なこと。諦めて投降しろ。極悪非道のアバランチ。下手くそやな。んか三ギル芝居、三文芝居みたいに言うな。あー危ない、危ない。足いった。ありがとう。もうちょっと動かんと、向こうの方に運ばんと、それは落ちてくる可能性があるから。ここはどうかな。ウェッジが落ちてきたんやから。痛くないっす。こんなとこで治療してたんかい。ごめん、私もやっぱり上へ行く。うん、心に従って。うん、行った。あれ、エアリス、近くにセブンスヘブンってお店があるの。そこでマリンが待ってるでしょ。任せて、必ず助ける。お店まで案内。なんかエアリスちょっと怖いけど。任せてください、みんなのことよろしくっす。実質エアリス最強ですからね。じゃあセブンスヘブン
案内するっす。これでティファと合流する形なのかな。ウェッジ待って、ここにいちゃダメっす。 あこっちで行くんか。マジか。みんな離れて、ここを抜けなきゃ。何かあってからじゃ。ないだろう。うるさい、今は通行開けてください。ここが通れないと。うるさい、無理だと言ってるだろう。ウェッジ、おい、エアリス様、エアリス様と戦う気か。俺やっぱり役立たずっす。諦めないでウェッジ。私たちの声で助かる人大勢いるって信じよう。エアリスはプレートが落ちるって信じてるんですね。見えとんねん。俺はアバランチの勝利を信じてるっす。でも嫌な予感がずっとしてて、なんだろうこれ。それ私もだから、いざという時に備えよう。あの時こうすればよかったって後悔しないように、今を精一杯できることちゃんと。どうする？何が起こるかわからないっす。後悔するときはいつだって手遅れっす。説得するんや。みんな助からなきゃダメなんだ。お前、僕は後悔したくありません。皆さんこっちです、早く。おお、い待て。ウェッジ、セブンスヘブンはこの先だよね。そこの道を抜けて右側っす。マリンは任せて。町のみんなは任せてください。よくやった。さあ皆さん、避難してください。7番街の下から避難してください。離れてください。5番街か6番街へ助けてください。7番街から離れて、早く遠くへ。ん、ちょっとあんた何か知ってるのかい。シチューは無事なんだろ。今はまだ、でもフレートは落ちるのかい。はい。うわ、断言した。信じられねえ。あいつらどういうつもりなんだよ。ここで騒いでも仕方ないよ。さあ、自警団は避難誘導だ。いや、その前に避難経路の確保。ああ、そうだそうだ。ほら、行こう。さすが。マーレさん、さすがやね。理解が早い。友達です。後で顔見せなって。ティファに伝えておくれ。だいたいこういうおばあちゃんというか、まああれ的な人、私は行かないよのパターンのやつ。セブンスヘブンに急がなくちゃ。だいたいもう分かってる、もう分かってる。私は行かないよ。ここは危ない。あそこだ。私はこの街が好きなんだ。あれ、ミッチーみたいなことになる。わお、やばいぞやばいぞやばいぞ。エアリス、召喚獣どうする？テンペスト、テンペスト、やばい、最悪や。どうする？うーわ、何も対策を講じない。気が回る、急げ、こっちだ。やばいぞ、おい、誰も助けへん、エアリスのこと。これいけなくなったパターンやね。回り込まないと。マリーン、こわっ、別の道急がないと。オッケーっす。マリーン、どこへ逃げろって言うんだよ。あっちはまだどこか通れそうな道。通れそうな道。うわ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 、ゴールマーケットへ抜ける地下通路がある。やった、ほうほう、
やばーす。逆サイドから、逆サイドから。待ってて、早く行けよ。落ちたよ。あ、この子は痛いね。でもお団子の子、今は我慢しようね。あ、早くこの先、ほらほら、こっちだ、こっちだよ。あそこまで一緒に行こう。もうちょっとだからね。あ、厳しいな。おい、誰か知らねえか。慌てず、ゆっくり。足が、よっしょよっしょ。あー、こけた。子供たちはみんな避難かな。大丈夫、こけるな。結構みんな、みんなこける。力を合わせて、みんなで生き延びるよ。離れない。こっちは危険です。早くウォールマーケットへ。もうちょっとだからね。逃げ道はこっちだよ。ほら、急ぎな。よし、この子もお願いします。ああ、ベティ、どこにいたんだ。ベティ、パパ、よかった。よかったね。急ぐぞ。おい、よし、そっちはもう。うるせえバカ。ごめんなさい。何がどうなってんだ。もうおしまいよ。行くっかねえよ。もうちょっと、家にはまだ。命の方が大事だろ。家にはまだ。マジかよ。あ、もう一機も爆発。テーマが省けた。そちらは。え、うわ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 、エアリス見つかった。あとは任せたぞ。自由だ、お前は。起きて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 。目前や、目前。もうほとんどみんな避難してしまった形か。無事でいて。頼むぜ。もう少しだからね。よし、ここは幸い、セブンスヘブンは幸い。無傷。泣いてる、泣き声聞こえる。一旦ダーツやるか。あかんかん、そんなことだけはあかん。どこで泣いてんねん。どこ、あ、いた、いた。マリンだよね。マリン、誰？大丈夫か？私はティファのお友達。ティファはどこ？今はクラウドたちと一緒。父ちゃんも？バレットだよね。うん、一緒。父ちゃん、まだ帰ってこないの？そう、だから私が来たの。頼まれたんだ、マリンと一緒にいてって。でもここ危ないから、安全なところ行こう。これなあ、子供的には怖いよな。お店壊れちゃう、お家なくなっちゃうよ。おいで。悲しいよね。でも家族が揃えば、そこがお家だよ。一緒に行こう。エアリスらしい言い方というかね。どうした？どうした？
マリン、この匂い知ってるよ。これだからエアリスに触れたことで、あの花や、エアリスに触れたことでちょっとあの能力が伝播するっていうか、ね、一瞬未来が見えるようになったり、あの黒いやつ化け物も見えるようになったりするんで、行こう。これがエアリスの能力というか、まあ、古代史の能力というか、そういうことを描いてるんやろな。多分クラウドもそのせいでああいう風にちょっと未来が見えるようになって、まあ魔法の影響かもわかんないですけど。もちろん。どんなお花？ここに来るのか。来た。かくれんぼは終わりだ。うわ。エアリス。イケメンやなまた。孫さん、こんな感じか。だいぶ思ったより顔が若いな。さて、選択肢はそれほど多くない。心配しないで、マリ。どうする？取引したいんだけど。なるほど。自分の身と引き換えにってことですよね。場面は戻ってここ。さあどうする？決着つけようぜ。さあどうする？あれは今来た。意地悪しちゃうぞと。なんでなんでルードはティファと何か絡みがあるという設定なのかな。同じ格闘家同士ですからね。お待たせ。無茶だ。お互い様、このまま走ろう。じゃあ何やってんだよ相棒。すまん。知り合いっていう設定なのかな。いや、ちょっと待ってよ。スキルアップとかなったぞ今。町ニアブルを外して、ATB 連携でティファーにニアブルを置こう。まあ本当は魔法を全種類ぐらい置きたいんですけど、まあ、とりあえず風と冷気、雷がない状態。マリンを頼んだ。ウェッチ。エアリスと一緒にいるはず。そうか。みんな助かるよね。あ、助かるさ。とにかく上。逃がさねえぞと。逃がさねえぞと。このままでもいいけどよ。逃がさねえぞとっていうのはどこから言っとるんや。ヘリから言っとる。このままでもいいけどよ。もうちょっとよくわからないですけどね、意味が。まあレノ的にはあまりこの作戦自体には興味がないというか、むしろもうちょっと反対ですよね。諦めないから。諦めない。いつ諦めました？甘い。カウントダウンしてんじゃねえ。
見といた方が良くない？大丈夫？こっち下行く。いい加減諦めたら。ちょ待って、めっちゃ食らう、めっちゃ食らう。あれ食らうには演出だけじゃないのか。普通にダメージ食らう。飽きたぞっと。ここでやれなきゃ。スタンレイ。スタンレイ。ブレイバー。渡る。遠いなぁ、もう。エアロ打ちますか、スタンレイ。スタンレイもう一匹おるよ。そこ。決まった。隠れてないで出てこいよっと。隠れてるわけじゃないですよ、戦ってんすよ。まだやる気か。なるべくこう潜みながらっていうか、下あんねんって、階段の下あんねん。下行った方が良くない？これやったらもう宝箱あるやろ絶対。くそ、隠れてるつもりかよ。いや隠れてるつもりないよ、真正面からぶっこんでるよ。おまし行ってこい、おら。知ってた知ってた。マシンガンちょっと見破っとこうか。はい、雷ね、弱点は。で、剣の武器の耐性があると。で、風の耐性は強ですと。はい、まあもうぶん殴りまくって倒すのが一番いいでしょ。シュッ、勝負あり、勝負あり。痛い、やめなさいっちゅう、やめんちゃいっていう。アイテム的なものを一応どんどん下行けるな。これ何、これ、一回上行ってから下に逃げるための布石ってことかな。行かせるかよ。とりあえず上でいいのかな。いや分からん、ちょっともう上行きます。じゃあ上行きます。じゃあ上行きます。ひたすらとりあえず一回上行けってことかな。隠れてないで出てこいよ。下にも上にも一応行けるから、後で戻るんやろ。よっしゃ、上級なんて、上級鎮圧兵。はい、上級鎮圧兵ね。私ブレイバー行きます。さあ今よろしく。ブレイバー、はい、降り、よし、オッケー。そっち登れる。こっち、スタンレイ。沈め。ティファ魔法よろしく。おいおいおい、はい、オッケー、よし、だぜ。ザクはきっちり処分しながら行こう。飽きたぞ。やめなさい。上行く方、まだやる気か。さらわれてる、ここか。ティファが先にガンガン行かはる。うわ、大丈夫か。かなりやられてるけど、バレットはさらに先ですか。ん？何？え？物質的な気配？うわ！さすが！ジェシー。腕によりをかけた私の新作。たまんないでしょ。やるね。トリオヘリ。狙った獲物は必ず落とすの。後ろ後ろ後ろ。
うおなんであいつずっと見とったんやろ。何も撃たずに、あのヘリ撃たんと落ちるよ、落ちる。まあええけど、ストーリー上ね、それは撃たないんでしょうけど。おるおるおる、諦めないから。おるおる、鎮圧兵。当てる、よっ、当てる、やめよ。ブレイバー、お疲れ様でした。正面からやるとブレイバーも入らんの。たた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 たいたたたた、なんだ、やめー。あ、ザコ相手に何やってんだよ。悪いな、お恥ずかしいところ見てたぜ。このまま軌道に向かう。了解。あと始末頼む。待て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 、よいしょ。おーっと来た。ちょっとこいつ一回見破っとく。空中兵のお出ましです。空中兵のお出ましだ。叩き切る。よっしゃ、ブレイバー、ブレイバーもう一丁。オッケー、あとは空中兵のクソ野郎。よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー、楽勝。シュでもない、ちょっと魔法をお願いします。回復を。行こう、さらに上へ向かう。まだすか、まだおるっすな。おっしゃ、バースト行きますか、行きますか。先に特殊戦闘員を倒しきれば楽よ。これを倒せば楽。そして空中兵かよ、そして空中兵か。エアローラー空中兵2匹おる。くそ、これはなかなか辛いぞ。後ろ、これをマシンガンを壊して、あとはエアローを空中兵に当てて空中兵を倒したい。ちょっとっとっと、はいはいはい、ですよね。オッケーオッケー、すぐ助けます、すぐ助けます。待たせてごめん、気をつけてね。わかってます。よし、やっと倒した。お願いします。さあ、オッケー。おお、楽しや楽しや。今階段上がってきましたね。こっち側は何もなし、何もないっすね。よし、あった、エリクサー、あざす。ティファにエーテルやってちょっと回復します。そろそろベンチありそうな感じもしますけどもね。なんかもう行き先がほとんどないんだが、はい、ちょっと長くなりましたんで、ここで一旦切って次回ここから行きたいと思います。